かりをどこ行ったらいい？はいカット、はいストップ同僚、はい次は？ボールに行くしたボール捕まえろ。はいシュート。それ以外の人を打てます。ボールの下立ち足りないよ。ボールの下立ち足りない。はいシュート。オッケー。はいもう一回戻って、タッチー、はい1点。はい、まあ、ボール取ったかおしまい。ボール取ったかおしまい。ユーマー、なんでボールいかないの。はい、行くよー。ヘディング。ユーマー、見て、シュート打たれちゃったぞ、今。はい、スタート。いいよ、いい、プレイ。オッケー。さあ、今みんな自分たちやっててさ、ディフェンスとき、ボール見てない人めちゃめちゃ増えてない。そうだよな、鬼ごっこ夢中になっちゃってさ、もうボールしなかったじゃん。ユーマなんてさ、ボールほったらかしてわーって声出てる。じゃあさ、試合がもちろんこんな鬼ごっこないけどさ、こうやって裏取ったりさ、マーク外すのってたらディフェンスチームさ、ボールの意識薄めた。大丈夫連携、仲間できてない。だから今みんなができてない、これだよ。でこの時点で、今これ返していいんだっけ。ダメだよね。そしたらさ、この選手はさ、ここにいても意味がない。そうだよね。そしたらハルどこに行くのか。まあそうだね。ここならどう、パス出した後さ抜ければいいんじゃない。そしたらハルトがさ、抜けた、アイディを抜けて、抜けたとこにはさ、まあ、こう今日ウォーミングアップやったアイディを出して次の選手が入ってきてボール受ける。逆見て、逆展開。パス出した人が止まっちゃったら相手からするとこ止まんない。この選手が抜けたスペースのとこに違う選手が平田入る、まあ、入ることでディフェンスは嫌がる。こういうことをやらないとディフェンスが崩れないからゴールが奪いにくいから。人と人はこうもっと入れ替わるんで、チャレンジしてみて、みんな今から。おーそう、やっぱそれは OKOK。 はい、ごたーい、戻ってみんな。鬼ごっこのルールなくなったけどさ、オフェンスの人マーク外すことはやめたらダメだよ。さっき言ったじゃん、鬼ごっこやらないからパス出しどころないんでしょ。裏狙ってないからさ攻撃できないんでしょ。だからそれやめちゃったらさ、さっき今と一緒じゃん、全部出すとこなくて取られちゃう。さっき気づいたでしょ、動いたらディフェンスが乱れる、ずれる。じゃあ空くスペースできる。それをやればゴールシュートの数増えたんでしょ。そしたらさ、鬼ごっこルールなくなったからってさ、もう動くことやめた、一緒じゃん、それだったら。ヘイヘイ、オーライス、お、いい動き。ユーがもらえないんだから、ナオがもらえに投げないと。いやー、惜しいなー。
翼とさ、ナオとユーマがさ、今入れ替わったりしたらすごい良かったよ。今完全にマーク外れた瞬間あったからね。あとはそのタイミングが気づけてるかどうか、ボール持ってる選手がいいタイミングを逃しちゃってるから出せてないだけ。周りの動き今良くなってるから、ボール持ちながらもさ、いい動きしてるところにパス出そう。今のちょっと